はい、皆さん今日もありがとうございます。本日私からの発表事項は1件ございます。富山県ものづくり大賞についてでございます。県ではこの度第7回富山県ものづくり大賞の受賞企業を決定をいたしました。この賞は本県の基幹産業でありますものづくりをさらに発展させていくために高度な技術開発により本県産業の活性化に寄与された企業を顕彰するものです。2年に一度開催をしております。今回令和2年10月19日から1ヶ月間募集しましたところ、17企業から20件の応募がありました。審査につきましては有識者で構成する検討会で審査をいただいております。第一次検討会の書類審査で13件を選定し、その13件について第二次検討会で各企業からのプレゼンテーションも受けまして、各賞の受賞候補企業を選定していただき、その結果を踏まえ今般各賞を最終決定したものです。それでは第7回富山県ものづくり大賞各賞を発表させていただきます。まず大賞は株式会社おいご製作所さんと若鶴酒造株式会社さんが共同で開発された高岡銅器の伝統技術による世界初の鋳造製ウイスキー蒸留機ポットスティルです。これは高岡銅器の鋳物を作る技術により世界で初めて鋳造によるウイスキー用の大型蒸留機を製品化されたものです。従来の板金製の蒸留機に比べまして厚みがあり、耐久性や省エネ性に優れ、また短い納期での対応が可能な商品となっています。さらに銅と錫の合金を使ったことで味がまろやかになるという特性も有しているということです。ジャパニーズウイスキーの世界的な人気が高まる中、高岡の伝統技術を用いた蒸留機の今後国内のみならず世界への展開を期待しているところです。続いては優秀賞です。優秀賞は2社の受賞となります。次の資料をご覧ください。1社目は株式会社杉野マシンさんの液中コンタミ油分除去ユニットです。杉野マシンさんでは自動車部品の洗浄装置等に使われる洗浄液をマイクロバブル、微細な気泡、泡ですね、を活用して浄化する装置を開発されました。マイクロバブルを活用することによりフィルターが不要になりました。また水や油を問わずさまざまな種類の液体をきれいにできる、そういう利点があります。これはコストだけではなくて廃棄物の削減にもつながり SDGs の取り組みにもつながる、そのような SDGs にも貢献できる商品と製品となっています。次の資料をご覧ください。優秀賞の2社目、これは北陸電気工業株式会社の高速応答容量式湿度センサーです。北陸電気工業さんでは世界最速クラスの速さで正確に湿度を測ることができる小型センサーを開発をされました。このセンサーはすでにエアコンや冷蔵庫などの家電等に広く搭載されていますが、世界最速クラスという強みを生かし人工呼吸器やこれから電気自動車の空調等にも利用が見込まれ、今後の成長性が期待されているところです。以上が優秀賞です。続いて特別賞です。特別賞は中小企業やベンチャー企業から選出しており、今回受賞される企業は2社でございます。1社目は北村機械株式会社の顔認証付き NC 操作盤です。さまざまな工作機械を販売しておられます北村機械さんでは世界で初めて顔認証の機能を導入をされました。この機能を導入することで作業の安全性や効率性が向上するものです。
働く人のことを考えた技術であり、今後とも人に優しい工作機械の開発を期待するところです。特別賞の2社目は湘北ラミネート工業株式会社さんの機能性 PTP プレスフルーパッケージです。 PTP は錠剤やカプセルの包装に用いられるアルミ箔と容器フィルムで構成される包装材ですが、薬剤によっては強い匂いを発生するものがあるので、この包装材を使うことで開封する際の匂いの拡散を防ぐことができます。本件の製薬産業と深い関わりがある製品であり、また患者さんや看護婦さんが気持ちよく薬を使用することができる、そんなことを助けてくれる技術であり、今後のさらなる展開に期待をしたいと思います。なお表彰式は来月2月の15日富山市内で開催をします。冒頭私からの発表は以上です。